えー、日米首脳、25日にも会談へ、北朝鮮で連携というね、えー、この話題から本日、深入りですうんと実はこの秋は、ま、はいえー、もなく、自由民主党の総裁選挙が、ま、ね、もなくっていうほどでもないか、今月の20日に、えー、投開票がありますよね、そこ、ねえー、からまあ一気にこう外交の方に行くんですね、<ー>その国連総会がこの月内にあるんで、えーはい えー、まず日米はこれも間違いなくやります、ええでまあ、この国連総会に北朝鮮のキム・ジョン委員長が、はいまあわば突然の,あの国際社会デビューを図るんじゃないかという見方と<ー>いうよりですね僕のルートでそれなりに、まあ今日までに確認してきたのは、はい、北朝鮮内部で検討が行われたことは間違いないですよね。 でまあ、ロシアでも国際会議があるので<ー>、えー、そのどっちかあるいは両方かと、はい、いうことを一気にやろうとしてたんです、それは<ー>その北朝鮮の計算によると、<ー>6月12日に、まあ、トランプさんと急に仲良くなったということを世界に見せて、<ー>で北朝鮮の世界観っていうのは、はい、世界はアメリカのものだと。あ<ー>ね、はい でそこに中国も日本もぶら下がってるっていう本当の世界観なんで<ー>アメリカとさえ仲良くなればでしかもアメリカは大統領の権限が例えば日本の総理などに比べてはるかに強いからまあ大統領制の特徴でもありますよね<ー>で。したがってそこから一気にその金正恩委員長のイメージ転換を図ると<ー>で例えば国内でも今までよりもっとこう人々に触れる機会を 増やしたり、うん、それから一部にはその怒ったりあの笑ったりを逆に積極的に見せるという見方もあるぐらいです僕はちょっとそこは違うんですけどね、うん、あのむしろやっぱ本当にいら立って、はい、あの例えば、工場はうまくいってないって叱ったりねみんなの前でっていうことだろうと思うんですがいずれにしろその北朝鮮の普通の国民の前に前よりは出る機会が増えてその国内だけじゃなくてこ国内だけじゃないっていうよりは。 国内よりはですね、はあ、国内で恐れてるのは人民じゃなくて軍だけですから、うん、金一族は、えーえー、国民は軽視されてるから、うん、だから、まあ、軍さえあの押さえつけておけばですね、うんはい、あるいは味方にしておけば OK だとでむしろ外貨がなくて、うん、物を買えないんですよね、うんえー、で北朝鮮って農業も工業も、うん、お極めて、はい、あの破綻に近い状態にありますから 外国から物を買わないと何もできないので,、うん、で北朝鮮の通貨って誰も見向きももちろんしないですからね韓国のウォンですらほとんど、えー、信任が失われているに近いちょっと言い方きついかなあ、まあ、円に比べれば全く信任が低いわけですから北朝鮮の通貨なんて世界から相手にされないので、うん、ドルを持つしかないんですよね。ね<え>で人民元を一時期頼りにしてたけど人民元も今ものすごく信任が落ちてるんで。はい まああのー、値打ちが下がってるから、えー、でしたがってそのドルを得るためには国際社会で、はいえー、金正恩委員長というのは結構付き合える人だと、えー、信頼されるまではさすがにいかないと北朝鮮も見切っているようですけれども、はあ、付き合える人だと、うん、で北朝鮮と付き合うとなると、えー、まず人件費がものすごく安い。はい、それから あの北朝鮮、今まで、えー、自国の若い労働者を自国民のために働いていただくんじゃなくて海外に出して出稼ぎ労働者としてしかもものすごいひどいピンハネをしてきたんですけ,どけれどもそれは同時にですね実はなかなかやっぱりしたたかだなと思うのは北朝鮮の若い労働力というものがどれほど質がよくてつまり手先が器用でそれから。 正確にブレがないってこれってあの僕らが見たら自由な個性が発揮できないってことになるんですけどまあ同じような扱いで済むと一塊で扱えるとでそういうその労働力の使い手の良さを海外にアピールしてきた面もすごくあるんでじゃあ金正恩委員長が一応話ができる人だったら北朝鮮の労働力とかそれからまだ手がついてないとみられる地下資源とか。 そういうものを、えー、ウランをはじめとしたら地下資源をうまく使おうという国は間違いなく増えると読んでしたがって6.12シンガポール会談をとにかくそのトランプさんが喜ばして、うん、比較化やるかのようなポーズを取って喜ばして、はい、その後この9月の国連総会、うんえー、も含めて華々、うん、しくその今年最大の注目の人になって「うん、タイムの タイムって雑誌がありますがあそこに毎年の顔を自分でやろうとマン・オブ・ザ・イヤーみたいなそうですよねその計画を間違いなく持ってましたねはあそれでこれあの6.12のあとその米朝がもう少し前進しててね非核化の話が非核化はしないんだけど非核化はしません北朝鮮は でも少し進んでいるようなことを見せて国連総会の場で英語ではさすがに話せないけれども一応、海外留学経験もありね国際社会に本当は出たことあるからまあその朝鮮語でそのまま喋っていいから演説をやるとかつてキューバのカストロさんもそういう試みをしましたけれどももっとインパクトあるんでしょうでそういうプランを持ってたんですがうまくいってないわけですよ、はい。 でというのはそのトランプさんっていうのは6.12で約束したらあとはもう何でも言うとおりにやってくれると思ったら、うん、その思ったっていうのは良い意味じゃなくてトランプさんは気に入らない人をどんどんクビにするし、はい、でこれねこの間あの、第三国っていうか日米じゃない、はい、あの国の人から、まあ、極秘に聞かれたんですけどあ,あれの本当の背景はって僕聞かれたんで。はい あのまあ、直接アメリカに聞いた方がいいと答えつつですねあれはやめそうしたんじゃなくて、うん、大半の人がめていったんですよ<ー>でトランプさんが首切ったというよりは、えー、自発的に自発的に、えー、だから、そのどんどん首切っちゃって困った人だというのとまたちょっと違う困った人でではあるんですよ <laughs> トランプさん評価してますけど困った人であるのは間違いないですよ、人種、うんうん、差別の問題も含めてねはっきり申しますが。えーうんで あのー、トランプさんの権力のあり方をさすがに北朝鮮もちょっと読み誤ってた気配があって、えー、そのトランプさんが OK だと言ったら何でも,もうどんどん進んでいって、えーえー、結果的にアメリカを通じて直接アメリカを通じてドルが入ってくるつまりアメリカが北朝鮮の内部、えー、その,他の国よりも他の国はむしろこうきっかけ雰囲気作りにすぎなくて、えー、一番狙ってたのはアメリカが直接 北朝鮮と仲良くなって北の労働力も生かしてくれて努力が直接入ってくるということを実は願ってたまあそこはかなり大胆なさすがな発想なんですがこれにひっっくり返ったのは中国なんですよねそれでこの番組ではあんまり言ってこなかったんですが独立講演会で前2回ぐらいからずっとしてきたのは日本ではほとんど語られてないんですけれども産経新聞がちらっと書いて僕産経偉いなと思ったんですが。 中国がね、<ー>信じ難い軍事演習を4月にやったんですよ、<ー>それはの、金正恩委員長の地下施設の爆撃、<ー>当然、殺害を含めて、<ー>それから、<ー>これはちょっと僕らにもショックだったんですが、演習ぶりを見てると、アメリカよりもやっぱり、チャイナの方が北朝鮮の核施設のありか、はいはい、秘密施設までを含めて知ってるなというのが分かる軍事演習をやったんですよ。 ものすごい大規模に、えー、だからこれはあのー、シンガポールのおー2か月近く前なんですけれども、えー、その時点からチャイナはその北朝鮮の意図をアメリカと手を結ぶって意図を察知してて、はい、このもし北朝鮮がアメリカに侵されたら人民解放軍が南下するどころじゃなくて、えー、アメリカと逆に手を結ぶんだったら、はい、こっちから先にお前を。えー 叩き潰すとでこれはあのー、陸続きの中国<ー>そして朝鮮半島の長い歴史中国に屈服せざるを得なかった長い歴史があってそれで日韓併合をまあねじ曲げてみると、ね、中国に支配されるのは仕方ないけれどもお中国と一緒になって日本をバカにしていたいというね、まあ、人間の卑しい気持ちが国家にも表れることがあって、えー、韓国にとっては非常に不本意な。 物言い,いであることは間違いないですけれども現実に非常に苦しい歴史を僕は申し上げてるのは朝鮮の人々が苦しいい歴史を味わってきたとうことです、ねね、で朝鮮半島の今の金一族も含めて首脳陣が中国とのいわば対等な関係を築くことはさすがに無理っていうか、うん、上からの鹿から日本はまだやっぱり対馬海峡があるんで、ね、あるいは東シナ海があってくれて日本海もあってくれるわけですけどね。 全くなくて直接上から降りかかってくるわけですからベトナムとインドシナ半島とベトナムを含むインドシナ半島と朝鮮半島は日本人がそう僕も想像できないような苦しみを味わってきたわけですよねでその長い歴史があってアメリカは太平洋の向こうのしかもこっちは日本を含めて何千年の歴史ですからアメリカはまだ240年しか経ってないでしたがってその中国が少なくともこれは 1949年10月1日に中華人民共和国が建国されて以来初めてその北朝鮮を攻撃するとまあその中国ができた時にはまだ北朝鮮はできてないんですけどもだから中国現在の中華人民共和国も今の朝鮮民主主義人民共和国も両方とも建国されて以来初めて攻撃を受けるっていう演習を目の前で見せられたわけですよね。 でそれが実はあのシンガポールの上辺には出てないけどずっと停留を流れていて<ー>その北としてはアメリカと手を結んでドルを誘導してっていう絵が描けなくなったんですよね。<ー>でそれでどうも国連総会も難しくなりつつあって国連っていうのはあの僕ら学校で教わるのはあの清らかな美しい組織みたいなのを教わってるから。 アンポリのあのメリだもアメリカもメンバーだし一種,、はい、一種対等に見えているかもしれないけれども、はい、それだったら例えば中立国のスイスに、ね、国際連盟と同じように本部を置くはずが、ねはい、ニューヨークにあるわけですから、うん、でその辺、中国はやっぱり冷徹に見るから、ね、国連というのはやっぱアメリカが世界を支配するための道具だとでそこに中国は食い込んでいるけれども日本,と日本よりはるかに食い込んでいられるけれども。ね しかしその、アメリカ支配の道具だという見方をしてますから、うん、その国連本部に金正恩委員長が今の段階に行くのが実は難しくなってるわけです、はい、だから本当はですね米朝がうまくいかないから国連総会に金正恩委員長が出てこれないんじゃなくて、うんあの、中国の圧迫で出てこれないといった方が実は正確です、はいで、最後まで僕は模索するとは思ってるんですけどね。うんえー でえー、その模索する機会はないわけじゃない、つまり習近平さんがまもなく北朝鮮の記念日に合わせて訪朝するという説もあってこの、これを機会に、つまり習近平さんがもしやってきてくれれば、はい、あつまり中国は北朝鮮を明らかに格下に見てるけれどもお、日本は格下に実は見てないんですよね。だから日韓併合もですね。えー 本当は東京帝国大学と同じ大学を朝鮮半島に作り、はいはい、一生懸命民生の安定に努めたわけですからでもチャイナが朝鮮半島を対等に見たっていう歴史は全くうかがい知ることができないいかなる、まあ、あの僕は見た資料が限られてるといっても、まあ、ないわけですよ。はい、でその立場で習近平さんがわざわざ平壌に来てくれて北朝鮮の記念式典に参加して。 金正恩委員長と首脳会談を2人きりでやってくれれば、ひょっとしたら国連総会の出席の目が開けるかもしれないんですよね。今、そういう状態なんですよ、国連総会を含めて、いやいや、巡ってですね、だからその国連総会で日米首脳会談が安定的にやれるっていうのは、そういうそのカオスですね、一種の、やっぱりこの間ご説明した三角関係が、大きなカオス、混乱を生んでるわけですよね。 そそれはそうです安定した夫婦じゃなくて、はい、三角関係だと、うん、あの不安定だから落ち着く方向に向かうためにはエネルギーいるでしょ、<ー>そこにビシッと日米が安定してるっていうのは、これ、とても大事なことなんですよね、うん、でトランプさんが真珠湾攻撃がどうちゃらって言ったとか、そうやってもう明らかに中国の工作の匂いがするような、はいまあ、世論工作も行われていて、うん、もちろん自由民主党の総裁選なんかも睨んでですね、はい、少しでも。 安倍総理の票を減らそうとする工作は明らかにあの外国からも行われているんで、<ー>でただそれが住民、人に影響力あるとは僕は言ってませんよ、しかし、工作が続いているのは間違いないです、はい、安倍おろしというのはずっと<ー>海,外から海外からも<ー>手があの動いてますからね、<ー>であの実際はトランプさんと安倍さんの関係というのは、かなり言いたいことをお互いに言える間です。 したがって、この25日かどうかは実はまだよく決まってないんですけれども、一応、25日が仮決めになっていて、<ー>でそこで、ね、北朝鮮の問題について、拉致事件も、はい、主要な議題の一つとして、うんえー、相当突っ込んだ話がされることは、これはもう間違いないですね、ただし、ほとんど表に出さないかもしれないですね<ー>、トランプさんがあの取り決めと関係なく、ツイッターでどんどんあの言っちゃうんですけれども。<laughs> はい このツイッターでうことが首脳おっしゃることが首脳会談の本当のメインテーマというふうにあんまり思わないほうがいいというのはあえて事前にあの申し上げておきます最後にこのニュースでもう一回あの強調しておきますが<い>僕も含めて自由民主党も日本政府もそれから日本国民も日本の長い歴史も朝鮮半島を対等な関係として考えてますから。 相当厳しい表現はいたしましたけども、そこはくれぐれも誤解なきよう、中国は見下すような歴史でずっと来たということについて、本当は日本と朝鮮半島は連携できる、つまり中国は周りは全部野蛮な、ですもんねそれと全く秩序を模索してきたのは、日本は古代から聖徳太子の時代からそうですからね、そこ、くれぐれも誤解なきように、最後に申し上げておきます。